ったですか。もうあの後直後でしたっけ、独立したの。結局この内装を受けてくれる業者っていうのが鹿児島でなかなかいなくて、業者選びに1年かかっちゃった6カ所に断られた形なんですよね。大変でしたね。まあ、こういう風に作りたいって言っても鹿児島の業者さんって都会からしたら5年ぐらい遅れてるって本人たちが言うんですよね。でなかなか受けてくれなくて、よく分かんないみたいな感じですか。結局、まあ、東京の設計師さんに設計をお願いすることになって、その方は鹿児島出身の方で東京で活躍してて鹿児島でも仕事をしたいっていう、まあ、2拠点でやりたいっていう方で、まあ、都会の話が分かる方なので、その方に設計をお願いして、その方が施工できる会社を選んで探したみたいな。なるほど。そこに1年かかっちゃったっていう。イメージというか、こんな内装にしようとかデザインとかってどのぐらい頭の中に構想があったんですか。結構もう5年ぐらい考えてたのか。へえ。初対面の人とか、初対面じゃなくてもなんですけど、人と話するのがあまり得意じゃなくて、よく言えば職人気質感とかってやつなんですよ。なんかカット中とかあんまり話するのは得意じゃないので、はい、僕が話するぐらいだから気使って立っちゃうんですか。僕に椅子貸してください。僕も座ります。ありがとうございます。僕がカット中話をするぐらいだったら、まあ、いい音楽をいい音で聴いてほしいっていうので、そこにスピーカーを作ることを決めたんですね。で細かいディティールとかではなくて、一人で営業する中でのそのシチュエーションというか、カットしてる最中のお客様の過ごし方とかっていうのがこうぼんやりあって、そうですね、それをデザイナーさんと打ち合わせしていったって感じですかね。でも、まあ、差別化っていうのもあって、もう1日5名様っていうふうに決めて、うん、で、まあ、このお店を1人の方に2時間使っていただくっていうお店をして、うんうん、でそのうち半分を技術的なことをして、うん、半分こっちでゆっくりしてもらって、うんうん、でこのカウンターに関してはあったらかっこいいなっていう思いで作っただけなんですけど、いざ作ってお店をスタートさせてしまったら僕はここに立たなきゃいけないっていうシチュエーションもあって、必然的に話をしなきゃいけないっていう、そうですね、すごく苦手な部分自分で作って初めてから気づいたっていう。バーカーの中にマスターになっちゃったんですね創業からその1日5名のお客様で回すっていうのは変わらず。そうですね。で、まあ、あの金額的なことを言うと、うん、まあ、カット料金としてだけ考えると、まあ、その時間とかに対してカットに対して支払う金額の話をすると、はい、鹿児島の相場もやっぱり2倍になるんですよ。はいはい。ってなったらやっぱり外のマーケットを作るところかみたいな、うん、のでやっぱり最初の1年はまあ苦労したかな、うんうん、お客さんやっぱり少なかったですし、1年経ってからは急に伸びてきたとか、道が広がっていいっすねいや最初僕と話した時もその料金について提案したと思うんですよ、はい、覚えてます。ぶっちぎり高い値段取るべきだっていう、それなぜならばって話と一緒に不安だと思わなかったですか最初。あ、やっぱり不安だったと思いますね。だけどやっぱり周りと同じような値段にして周りとやってるそこの競争に入っていく方がやっぱりリスクだなと思ってますね。で、まあ、お客様の特徴としてはもう8割方が転勤で一時的に鹿児島に来てらっしゃるお客様っていうのが多いんですよね。そこがちょっととまあ悩みとまでは言わないんですけど、まあ、転勤で鹿児島に来てらっしゃる方に受けがよくて、転勤で来られた方のお客様が中心だと新陳代謝が良くなるっていういい側面と、でも片方では必ず失脚するっていうリスクを兼ね備えてるってことですよね。そうですね。僕もやっぱり最初お店始めた時はもう固定のお客様、会員制みたいな、はい、まあ、固定のお客様を使って、うんうん、そのお客様たちと一緒に年を取っていきたいっていうふうに考えてたんですけど、まあ、いざお店始めたらそういう転勤で来てらっしゃる方に受けがいいんだっていうのが分かって、今度やっぱ転勤していってしまったことによるこう入れ替えとかって
何か戦略があったりするんですか？まだその初めて1年半でこの間の春にその思いっきりその転勤を感じて、うん、転勤で、まあ、まとまっていなくなっちゃった。いなくなっちゃった、はい、でもそれ以上にお客様が入ってきたっていうのって、はい、結果まあ増えたんですけど、うんうん、まだその転勤っていうのをこう強く感じたのはまだ1回だったので、あ、なるほど、まだこれからこれからなんですね。確かに1年半すもんね。まだ、うん、まあ、またちょっと金額の話に戻りますけど、はいはいはい、金額に関してはまあ予想がまあ高い設定、まあ、うちと同じとかの設定できたらうちは絶対にまあ上げようと思って、はい、とにかく一番高いっていう金額でやるっていうのだけ決めてます、うんうん、今料金ってベースはいくらでされてるんですか？税込みの7000円です。税込みの7000円、カットとシェーブ、そうですね、で少しこうリラックスする時間とかっていうのも含めて、大体お一人1時間半とか2時間ぐらいの滞在時間がありますか？そうですね、普段鹿児島市内の平均単価って大体ざっくりどんなもんだなっていう肌感覚なんですか？まあ、3000円と消費税っていうところ。ああ、なるほどなるほど。フルサービスの散髪屋さんの価格なんですね。あと最近、まあ、特徴が出てきたなって思うところは、まあ、そのカットが終わった後にゆっくりしてもらう中でこうドリンクを提供する中で、まあ、コーヒーかなっていうのがあって、うんうん、で僕もともとコーヒーが苦手だったんですけど、はいはいはい、まあ、今思えば、まあ、美味しいコーヒーを飲んでなかったけど、うんうん、でまあ、提供するにあたって、まあ、こだわっていい豆を仕入れて、で豆から引いて、うん、1杯ずつ入れようみたいなことしてたら、まあ、自分がコーヒーって美味しいじゃんってことに気づいて、うんうん、でコーヒー、まあ、鹿児島のいろんなお店を取り揃えたりとか、県外のお店からコーヒー取り揃えたりとかして、まあ、コーヒーについてお客さんと語ることが増えて、もともとそのそういうお客さんと喋るのが苦手なので、コーヒーっていうのはすごくこう話のネタとして、なるほど、ものすごく今ハマってやたらコーヒー飲んでて、お客さんもそれを面白がってくれて、あともう一つそのこういう一席でやろうって思ったそのきっかけっていうのがあって、はい、僕はまああの勤めてた頃にあの普通に車でこう通勤してたんですよ、はい、である朝車乗り込んでエンジンかけようと思ったらエンジンがかからなかったんですよ、はい、で何度やってもかかんなくて、その間に時間も過ぎてしまって、うん、でこれはタクシーで行くしかないなと思って、でタクシーを呼んだんですよ。でその間も、まあ、タクシーや車での時間とかあって、もう今日はもう遅刻だと思って、うん、仕方ないかって言って、で、まあ、タクシーに乗り込んだんですけど、それまでの僕のタクシーに乗る経験って、まあ、友達と飲み会の帰りに、うん、まあ、お酒飲んだ状態で、まあ、ぎゅうぎゅうで飲むみたいな、はい、まあ、そんなイメージがあって、うん、あんまりいい乗り心地になるとか、そういうのも全然なかったんですよ。通勤するのに一人で乗って、うん、まずなんかこう優雅な気分になって、うんうんうん、しかもタクシーってよく見たらすげえ清潔感あるし、うん、あの白いなんかこうシートがすげえ綺麗な、はい、ふかふかだなと、うんうん、今この空間ってこう自分のためだけやって、うんうん、でこの運転手さんは自分のためだけに運転してるみたいな、はいはい、すげえいいなとか、でも今日遅刻なんだよねって思ったんですよ。面白い。で僕、まあ、遅刻だなと思って車の中からその会社に電話しようと思ってたんですけど、運転手さんが僕がいつも行く道じゃなくて全然違う道を走り出して、はい、あれと思ってこんな道通るんだみたいな、じゃあスイ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 進んでいて、なんとなく今日遅刻しない気がすると思って、明らかに僕がいつも出てる時間よりも10分15分遅く出たのに、はい、運転手さんその道のチョイスで遅刻しないで済みそうだ、実際いつも着くより早く着くぐらいに着いちゃったんですよ。その時に運転手さんの技術すごいなと、うんうん、これをお店にしたいと思ったんですよ。まずそのカットする僕の技術がまずすごくないといけないんですよ、うん、それプラスこの今お店は自分のためだけにやって、うん、この理容師さんは自分のためだけに働いてるんだっていう、それをまあそのタクシーで経験したその体験を元にこのお店をしたトーク力持ってるじゃないですか。